ここです。わかりやすい。ここ。うん。ゆうこさん。うん、ゲストの皆さん。はい。一般社団法人福岡ファンの、キューゴって言います。気温は結構フォーカスは28度になって暑いんですけど、水はですね、まだ冷たくて、ゼリーみたいなのしてたよ。あんまりなんか、はい、これまあさっきと同じのクラゲなんですけど、落ちた。これ皆さん分かりますかね。イカ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 。正解です。おすごい。おー、いいですね。地中海料理。アサリの皿の地中海料理。なんかこういう遊びができそうですね。お待たせいたしましたみたいなね。アマモのさっき言った種です。あ、稲っぽい。はい、そうです、そうです。本当に稲で。はい。で、それが、このアマモがですね、ちぎれた、この様子が、海の竜宮の乙姫がこの元結を切り外した様子に見えることから、竜宮の乙姫の元結の切り外しと言われています。これはひじき。はい。さっきのクジラもアマモも、うん、陸上のこの生殖の仕方だったり、うん、肺呼吸とかが、肺呼吸だし、お乳をあげるし、あるまま海にいるんですね。へえー。ここら辺にあると思うんですけど、うん、今の時期、はい、アマモめちゃめちゃ生えて 1.5 メートルから2メートルぐらい、はい、生えてますね。ゆうこさん、ありがとう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。見れました。あ、大きいです。ちょっと大丈夫かな。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はなんとちょっと秘密の場所っぽいところに来ています。これはムクノキだ。すごい時間だ。もうこんな形になってるのに売れるのは11月。紫色になる、黒い紫色になって、干しぶどうの味がします。3つに分かれた一番こっち側にシュッ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 ってよく。よし、こうやって。これをなんて言うんだったっけ、ジグゾーパズル。ジグゾーパズルみたいでしょ。これですね。お気に入れの木。ここに、おや、あら。うわ、なんか可愛い。剥がれるとこをピッと持ってるね。で、また気に入れの梢の方。さっきのムクの木と比べると葉っぱがちっちゃいでしょ。すごい気持ちいい、この角度。でも秋にれはね、秋にれっていうくらいだから、秋に花が咲いてすぐ実になる。すごい。このツタの花は何て言うんですか。テイカカズラ。ああ、藤原定家のテイカカズラ。テイカカズラ。もしかしたらこれ。あ、よく見える。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかった、とっても。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。虫のこといろいろ教えていただこうと思います。とてもね、梅田フェチの上と思えない感じなんですけど、設置してくださった1個目のトラップ近づいてみましょうか。いやいっぱいなんかついてる。マクロレンズがあるので装着をしてもうちょっと接近して見てみましょう。餌は何ですか、このトラップに入れているものは何ですかというご質問がありました。じゃあバナナですね。さあ、バナナ。バナナ。花にはあんまり立ちないんですけど、雨の当たらない、この葉っぱの裏側に。カメムシの仲間が卵の周りに何匹揃っているみたいです。いっぱい生えてますね。グリングリンの温室の中ではたく
さんの蝶を育てていて、これはスジフロカバマズラがさなぎになったよっていう。お、今出てきたじゃないですか。今出てきたね。今ね、このしがみついてる透明な殻みたいなのから出てきたスジグロカバマダラが、あ、今、ああ、この辺が。どうも、それではそろそろ時間ありがとうございます。時間ですので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では。よし、この拡大レンズをつけて近寄ってみよう。じゃあ、逃げてる。豆子がねってやったら。それがこの子。ああ、ちょうど取れた。え、何？お、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 なんかこっち見てるか？動いているが。あ、出てきそう。出てきた、出てきた、出てきた。かわいい。すごい。エンマコオロギの巣穴です。そうなんだ。ちょうど出てきた。逆にね。こういうとこに。今中小金雲に網、ヒゲさんがジャンプした瞬間にこのバッタが捕まって雲が飛びかかって今一瞬で巻いた。あ、ツタを、はいはい、ツタを食べてます。これ。あ、すごいでかいね。こんな感じで逆さになって。うんうんうん。すごーい。よし。いいねいいね。結構受けてるみんな。お、頑張れ頑張れ。結構入ってるんですか？ 5、6匹って感じかな。これなんだけど、バッタの仲間でシチーナゴ。うん。少量バッタを捕まえました。はーい。この竹の里公園の草むらでいろいろ観察してみました。ありがとう。お疲れ様。ありがとう。